以上ですよね。今日もやっていくんですけどね。ついに明日世界大会ということでね、僕ね、今まで、プロをね、クラウランのプロ3年間やってきたんですけど、それまでにね、こういろいろあったこととかをね、思い出しながらね、語っていけたらと思いますね。もうね、明日への、準備を行って、もうね、練習終わって、風呂入ってさ、寝ようっていうところなんでね、もうね、深夜テンションでちょっと語っちゃうかもしんないんですけど、そこはね、許してくださいといったところでね、まずね、僕はね、こう、普通に KK とか、ラットとか、焼き鳥もそうですね。あとは、そうですね。大体の、ケンツとかかな、今いる人。元から、結構最初の方からいる人って、選考会っていうものがあったんですよ。プロ選考会があって、そこにね、選ばれて、入った人っていうのがいるんですけど、がほとんどだったんですね。なんですけど、僕はね、この選考会に落ちてからプロになったね、人なんでね、そこをね、こう、経緯とかもね、話していけたらと思いますね。そのプロになる前の話ですね。ここはちょっとね、キュッとね、話していきたいと思うんですけど、俺は、この、学生生活ですね。勉強も頑張らない。部活も頑張らない。私生活も頑張らないみたいなね、そう頑張らない子だったんですよ。本当に何も頑張れない。もうね、自主勉強、自主練習したことがないってぐらいのね、本当にね、してみたはものの3日は続かんみたいな。もう3日坊主どころか2日で終わるみたいなね、そんな人だったんですけど。で、それでそのまんまこうやってね、人生楽して生きてきて。でも俺はね、勉強が嫌いだったんですよ。もう俺はね、工業高校に入って、そっからね、大学行かずに、もう勉強したくないから、就職しようと。そう思っていたわけですね。でそれで、こう、土木関係のね、仕事に就こうとなった時に、でも俺はね、今まで頑張ってこなかったんで、で、バイトとかはね、多少はやったことあったけど、こう、世の中を、生きることについて頑張ったことがなかったんでね、こんな感じでいけんだろうみたいな、そんな子だったんですわ。そこでね、大きな、挫折をね、してですね、就職して、こうやって2ヶ月ぐらいですね、最初2ヶ月ぐらいはこう優しくされるんですよ。ね、たまにはこう怒られたりしますよ。お前そこちゃんとやれよみたいな。ただそんなもんなんですよ。ちゃんとやれよぐらいで、こうやっぱりお前それダメだろみたいな。うん、ちゃんとやれよみたいな。はい、すいません。みたいな。だからそんな、すいませんに何もこもっちゃいないんですよ。何もこもっちゃいないすいませんを言うんですよ。なんですけどね。それで俺は2ヶ月ぐらいこう研修期間みたいなの得てね。そう。で、それで、じゃあ、あなた現場に行きましょうってなって。そう、それで、こんな感じでね、こう、のらりくらりとやってればね、いつか俺も、一人前になれるやろうと思って行ったわけですよ。言わせてもらうんですけど、大人の人ってマジですごいんですよ。マジですごいんですわ。奴らね、でも厳しいんですよ。やっぱ大体の大人ってこう厳しいんですけど、当たり前なんですよね。そういう思いをしてきたから。なんですけど、僕が全く仕事ができないのに、こう、ヘラヘラしてたんですね。ヘラヘラしていた。うん、俺はまだ1年目だしな、みたいな。こんなテンションでいたら、いや、お前、本当になんで、ここにいんのみたいな感じで結構怒られたりして、そう、結構きついな、みたいな。思って、いや、お前、それでも言い過ぎじゃねみたいな。もう、こいつなんなんみたいな感じで思ってたんですけど、でもそいつらってやっぱね、言うだけあってね、言うやつってね、仕事ができるんですわ。本当にね、ムカつくぐらいできんの。仕事が。仕事はできんの。仕事はできるんだけど、人と喋るのが苦手みたいな。本当にね、こうすっげえこと言うんすよ。もう人格否定をこう、もうそこに詰めたみたいな。もう仕事を否定2割、人格否定8割みたいな。本当に普通にお前気持ち悪いよみたいな。そんな感じで、結構言われたりしてて。うわ、マジかよ。これ録音してお前の娘に聞かしてやりてーとかね、思ってた時もあったんですけど、置いてみましょう。当時の俺なんでね、若かったんで、いや、今はそんなことね、言われてもね、ぐらいでね、思わないですよ。思わないですけどね、当時は思ってたんですよ。そんなこともあったんですけど、そう、それでね、きつかったのがね、労働時間がやばいわけなんですわ。そう、しょうがないんですよ。俺が今までね、頑張ってなかった分ね、今頑張んなきゃいけないみたいな、つけみたいなもんなんですけど、本当に朝8時から夕方の5時まで働いて、そっからね、また夜の11時まで6時間あるじゃないですか。その中で、飯、風呂、速攻でもう1時間で終わらせてから、5時間ぐらい寝るみたいな。そうする。で、寝て、で、また夜勤ですよ。で、夜の11時から朝の5時まで。やって、6時間働きます。で、そこでまた、飯を終わらせ、こう事務所でね、朝5時から、そして朝の7時まで寝るんですね。そう、仮眠を取るんですよ。で、そっからまた朝8時から朝5時までみたいな、もう無限ループをして、いや、もうね、平日はね、ほとんどこう、家に帰れないみたいな状態になったんですね。そう。なんですけど、本当にそれがきつくて、もうね、頭も働かなくなるわけですわ。本当に眠いんですよ。なんですけど、その中で、ちゃんとね、こなさなきゃいけないっていうね、まあ、場で働いてたね、プロの私より年上の方々、もうね、すごいと思います。本当に、本当にすごいと思うんですけど、でもね、俺、その労働よりもね、きつかったのが、人との付き合いなんですよ。本当にね、その職場において、寝るときも、こう、事務所みたいなところに寝てたんですけど、もうね、一人の空間がないんですよ。もうそこも上司と一緒に寝るみたいな。そう。で、こう、仕事も、もちろん、こう、一人じゃやんない、できないんですよ。だからもう、一人の時間がなくて、そうだ、それがね、本当にきつくて、もう働くよりもね、こう人と話さなきゃいけないとか、まあそういうのがきつくて、で、しかもそう、言うことは全てにトゲがあるんですよ。もう本当に人格否定のオンパレードみたいな感じでね、おー、すごいすごいすごいっつって、なるんですけど、まあそんなね、俺がね、こんな、もうノンストレスでね、生きてきた俺がね、この1年間で2回ね、この精神病みたいな、まあなんかかかっちゃって、そう、もうやっぱみたいな、いや、そんなみたいな、そう、なんかもうあなたストレス性なんちゃらなんちゃらですみたいなとかね、そういうのがあって、まあ、マジかよみたいな感じになっちゃったんですけど、まあそんなこともありね、まあ、ただやっぱりこう怒られるって大事で、もうね、リヴァイ兵長みたいなこと言って申し訳ないですけど、まあ、この世でね、一番の教育はやっぱね、恐怖と痛みだと思うんですよ。もう怖いと思いをしながらもミスったらバチコーンぶち込まれてたわけですね。まあ勉強しなかった僕はね、やっぱそうなっちゃうわけなんですけど、まあさすがにそんなね、まあ殴られる、まあなんか変な言い方されるは結構あると思うんですよ。だけどね、殴られるはまあそうそうないと思うんですけど、やっぱりでも怖いじゃないですか。そう、だからそれが怖いからより仕事を頑張るっていうね、もうそれが怖くて頑張るみたいな、そんな感じだったんですね。まあそんな感じのもあり、こう頑張ることがね定着してきて、でまあ仕事もね、こうだんだん本当にできるようになり、もう今までなかったその仕事ができる上司たちに、口は汚いけど仕事ができる上司たちに褒められる機会が増えたんですよ。いやマジか、俺結構仕事楽しいなみたいな、やっぱ仕事って本気でやると楽しいなって思い始めてきたんですね。で俺やっぱりまあこうやって結構今まで怒られてきたんですけど、あなたみたいな人になりたいですと、あなたみたいになってこう一人前になりたいですという話をね、こう1年会社で1年働いた時にこう言ったんですよ。そのみんなの前でね、それで、おーみたいな、お前も変わったなみたいな、あの頃はもうどうしてやろうかと思ったよみたいな感じでこう言われて、はーってこうなってる頃にですよ。で、その時俺、フチと仲良かったんですね。そう。で、結構クラロワをやっていて、で、選考会にもね、実はプロの選考会にも俺は参加してたんですけど、何次予選かでね、あと一歩みたいなところで落ちちゃったんですよ、俺。うわ、落ちたと。俺のクラロワプロ人生終わったーって思ったんですよね。そう、そしてね、まあ仕事をね、真面目に頑張って、まあ俺は生きていこうと思ってたんですけど、そこでね、フチとこう会った時に、やっぱ当時のプロって、金曜日、海外に行ってたんですよ。今のオンラインとは違って、金曜日、土曜日、日曜日が試合だったんで、で、それが、金曜日がね、もしその、台湾と韓国に行ってたんですけど、が試合ってなると、木曜日から休んで行かなきゃいけないんですよ。そう。なんか前日乗りっていう謎のルールがあったんでね。そう、前日乗りしなきゃいけないからっつったら、大体の高校生、全滅してるからですよ。わーって。だから、ポノスが声かけてた選手が、おっしゃ、このメンバーで行くぞってなってたけど、うわ、でも、木曜と金曜はさすがに休めんすねっていう人が、こう、バーって出てきて、やっぱりこう、入れないってなって、こう、急にこう、人が足りなくなったみたいな。そうで、中でもやっぱり大学生とかがね取ってたそのなんだろうチームとかは結構やっぱ人がまああんま減んなかったんですけど、まあ、当時のパブとかまあ大津に行きとか、まあ、焼き鳥とかもこの大学生だったんで、ね、まあその時はまあまあ別に行けるかみたいな。まあ感じだ。大学生でも厳しいと思うんですけどね。そう、高校生だとなお厳しいっていう話ですね。まあ、とかもあって、当時はやっぱりこう、KK とかもその時高校生だったんですけど、めっちゃきつそうだったですね。まあそう。で、俺その時ね、たまたまこう、仕事以外の、まあ楽しみが、まあ、クラロワしかなかったんで、まあ、クラロワを結構真剣にやってたらね、そう、フチとめっちゃ仲良かったんですよ。そう、その時。で、声かけられて、そう、もうお前よかったらなんか、プロ入んないみたいな感じで言われて、おー、マジでみたいな。俺声かけられると思ってなかったから、もう予選落ちた身なんですよ。マジでみたいな。ちょっと待ってよー。やるわっつって。もうね、いい感じになってきた仕事ね。もう次の日、社長にね、今月いっぱいで、もう本当はね、その日いっぱいで辞めたかったんですよ。その日いっぱいで辞めたかったんですけど、いや、でも待って、絶対怒られると思って、今月いっぱいで、やめさせてくださいって言って、さすがに、この日いっぱいでやめてしまうのは、迷惑になってしまうので、とか言ってね、当たり前なんですよ。社会人として当たり前なんですけど、本当にね、全部ね、放り投げていっちまおうかと思ったんですけど、怖かったですね。怖くて、そう、だからね、もう、今月いっぱいで、つって。で、それで、1ヶ月前ぐらいにこう言って、仕事もね、無事こう辞めて。いや、でもね、やっぱ言われるわけですよ。他の人はね、こう、選考会を勝ち抜いてる人。で、僕はやっぱり選考会を勝ち抜いてないけど、プロになった人。俺の方がこう、特殊すぎるんで、それは当たり前なんですけどね。それでこう、やっぱ入る前にね、お前はね、選考会勝ち抜いてなくて、俺入ってくる、プロになってくれて嬉しいと思うけどね、結構頑張れよ、みたいな感じで言われたりして、おー、結構言うねーと思って、その時はこう、あーって言ってたんですけど、もうボコボコにしてね、試合でもうボコボコにして、もう何も言わせなくしたろうと思って、その時にはやっぱね、こう、みかんさんつって、みかんさんって言って、教えてよつって、ね、もう俺が出る予定だった試合のね、対戦相手をめちゃくちゃこう調べに調べまくって、このデッキとこのデッキが来そうっていうので、もうね、2個だけに絞ってね、デッキを、練習するデッキを2個だけに絞って、本番ね、こうやっていって、それでね、勝つことができて、うーふーやーって感じだったんですけどね、表ではこう、グッドゲーム、グッドゲームって言ってるんですけど、うっひーって感じだったですね。当初、そんなお互い若い時もありね。だったんですけどね、やっぱりね、勝てない。勝てない。もうね、やっぱり俺、その時ね、30C しか使えなかったんですよ。で、当時はね、30C、やっぱり、当時はね、1V1 に番があったんですね。そう。だから 1V1 でも1枚、今の 2V2 みたいに番が使えるって感じで、やっぱ30Cとかね、結構バンされちゃうんですよ。そうするとね、痛いわけですわ。本当にね、ずーっと使ってきたカードが使えない。その中で、相手のデッキに対して答えを出す。で、答えのプレイをするというところでね、やっぱりそれがうまくいかなくて、本当にね、どんだけ教えてもらってもね、やっぱりね、うまくいかないんですわ。下手なんでね、僕が下手なんでね、みかんさんにめちゃくちゃ教えをこいてね、やったんですけどね、そう、で、みかんさんもめっちゃ教えてくれたんですよ。だけど俺がね、本番下手で、勝てないんですね。そんなこともあり、こう、一旦ね、2V2 に回るんですね、俺は。みかんさんに、来季は一旦 1V1 を練習する期間を置いて、2V2 に一回回ろうって感じで、こう、みかんさんの優しさで、2V2 に回らせてもらったんですよ。そう、その間にね、そうなんですけど、やっぱりね、その時に、こう、みかんさんと、もう今ではやばいっすよ、俺。本当になんですけど、みかんさんのがうまいんですよ。みかんさんのがうまいんですけど、やっぱこう、みかんさんってこう、ずかずか言う人じゃないですか。でも、プロっていうものは、そうあるべきなんですよ、絶対に。そう、もうね、思ったことを言わない人っていうのはね、もうどんどんやっぱ消えていったと思うんですよ。そう、なんでね、みかんさん、こう、ずかずか言う人なんで、そう。で、言っていって、で、それで、でも俺はやっぱね、言い返せないんですよ。言い返せないけど、ムカつくんですよ。そう、だからね、みかんさんに、なんかその言い方ムカつくな、とか言って、なんかそれで、何回か喧嘩とかしたこともあったんですけどね、みかんさんごめんなさい、本当に俺が悪かったです、あの時は。なんですけど、そんなこともありね。で、それで 1V1 をずっとこうね、みかんさんに練習してもらってたんですよ。で、それで、突如ね、俺が 1V1 こっから復帰して、4連勝が5連勝で、無敗で、クララリーグそのシーズンね、優勝することができてね、アジア1位と、なることができて、みかんさんありがとうございますと。本当にね、あの時は思いましたね、マジで。そう。で、それで優勝することができましたということで、ふーっつって。で、さあ、セカンドシーズン。1年目のセカンドシーズンですね。懐かしき、ローラのね、加入もありね、シーズンバーンって、本当ね、今の麦ぐらい勝ってたんじゃないかな。そんくらいあってね、本当にずっとバーってこう勝ち続けて、世界大会進出がね、確定しましたとなってね。ですけど、問題が起こるんですよ。そう。そこのアジア1位決定戦。負けても世界大会には出れる。ただ、勝ちたい、優勝したい。そんなね、アジア1位決定戦。そして日本で行われた、観客は200人、200人俺の後ろにバーって出て、でね、1勝1敗ですよ。2V2 は負けちゃったんでね、俺がこう 1V1 に出て、1勝1敗。で、こうやってね、来季とか言って、コールも起こるんですよ。こんなんやって、俺もこんなんやってね。そう、コールが起こって、あっしゃー、勝つわーっつってね、バンカードを取るね、もうヒュルルルルルって使っちゃってね、失格です。はい。あの時はね、本当にね、猿でも守れるルールをね、守れなくて申し訳ありませんでしたと言ったところでね、その時にね、俺は一つ伝説を生み出してしまったわけですね。そう、本当にきつかったな、あの時は。いや、もうね、静まり返るんですわ。本当に。で、俺もう分かんないの。使った時も分かんなくて、それで、しかも負けてんですよ。そう、トルネを使ったにもかかわらず負けて、それでしかも俺はそこで5分ぐらいね、立たされてたんですよ。普通試合が終わったらすぐ終わるんですけど、5分ぐらい立たされて、何の時間早く終わらせてみたいな、こんな惨めな俺をここに置いとかないでみたいな感じで思ってたら、ライチョンの選手がバンカードを使用したためとか言われて、うっそ、俺バンカード、トルネ、使ってんじゃんみたいな、そんな感じだったんですよ。もう使ってる時も気づかん。試合終わっても気づかんくて、なんかめっちゃ俺立たされてんなと思ったら、あ、バンカード使ったん俺みたいな感じで、まあ、そんなとこにね、バチボコに、もうね、誰でも、猿でも守れるルールはね、守れないやつはプロやめろって言われて、まあその通りやと、お前は言うことは間違っちゃいないと思いました、正直。バチボコに叩かれたんですけどね、思いましたね、本当に。うん。まあそんなこともあり、まあただね、世界大会進出の、まあ恵まれてて、日本開催だったので、日本チームが出ることは確定してたんですよ。そうなんで、世界大会へね、進出することは決まっていて、もうありがとうございますということでね、まあついに世界大会、行くわけですよ。で、やっぱね、その時、見てた方にはね、めちゃくちゃこう鮮明にね、覚えてると思うんですけど、ロイヤルっていうね、もうゴレとラバがめちゃくちゃうまい、もう大型最強プレイヤーがいたんですよ。そうで、そいつがもう今までね、どんだけメタってもペッカザッピーとか、まあ、ペッカゴブゴヤとかね、もうそういうメタり方をしても全部ゴレで粉砕していくみたいな、もういや俺別にゴレで勝てるからっつってゴレバゴーンいって、全プレイヤーを粉砕していって、こう世界大会にね、導いたっていう伝説のプレイヤーがいたんですよ。でそいつに俺は勝つためにね、ラットがその時ババゴヤ30種を使ってて、ババゴヤ30種教えてくれラットと言ってめっちゃくちゃ練習したんですよ。でその時ね、別チームの KK にもお前ロイジャイ教えてくれっつって、 KK はその時からロイジャイうまかったんで、ロイジャイをひたすら教えてもらって、そうね、ババゴヤ30種とロイジャイ、こいつらを持ってね、こう世界大会に臨むわけですよ。でも 1v1 ロイヤルにボッコボコにされて、うわマジかよ、俺ババゴヤ30種持ってきたのに負けんのっつって、そう負けたんですね。ババゴヤ30種でゴレと戦って負けたんですよ。そう、いやマジかっつってなって、でボコボコにされて 2-0 で勝ち抜きになりますと。でそこで、まあもともと自分が得意だったね、まあ、神技系のユーノとかメガナイトが入ってるやつと、あと KK に教えてもらったオーブンロイジャーですね。そうで、その時にはね、勝ち抜きでは30種バンをされたんで、おっと思いみたいな、もう俺警戒してんなみたいな感じでね、まあ、30番されたんで KK に教えてもらったロイジャイと、まあ、自分が得意だったやつを使って、最後また2人抜いたんですよ、 KO1 で。で1人、最後の1人ロイヤルがまた出てくるわけですわ。でロイヤルがね、もうほんと出てきて、いやお前絶対ゴレやん分かってるよっつって、俺はもうババゴヤババインドラガゴムレ工場みたいな感じで、もう攻撃にも特化しながらもうゴレ大型全ての防衛に特化してるみたいな、そんなデッキを使ったんですけど、ゴレに負けましたね。本当にね、マジでね、もう考えらんなかったんですよ。俺がババゴヤ立てて、でロイヤルが端前ゴレバーンってしてきたんですよ。でそしてそこでね、ファイスピとベビドラを使ったんですよ。あーと思って、俺逆サイ工場ガゴムレしたんですよ。もうババゴヤが立ってて時間を稼げるから、逆サイ工場ガゴムレ勝ったーと思ったらね、墓石とメガゴだけで全部守られて、嘘でしょみたいな、真ん中に全部かき集められて、全部守られてノーダメで、もうゴレ止まんなくてバーチコンいって終わりましたね。はい、って感じでね、でロイヤルに勝てなかったけど、まあみかんさん勝ってくれてね、そうでそれでベスト4に進出したんですけどね、まあそこでめちゃくちゃ強いやつらにね、まあ、また潰されて、まあ、ベスト4で終わったということでね、プロ1年目が終わりましたと。ということでね、いやーもうね、あれはきつかった。あれはきつかったね。本当に、世界の壁というものを感じましたね。いやー、こんなうめえやつがいるんか、まだこの世にはと思ったわけで、で、2年目。いやー、2年目ね、韓国生活。もう家に、日本じゃないんですよ、家が。韓国で暮らしながら、韓国で試合をするっていうね、もうスタイルでやっていったんですけどね、ガチ太ったね。ガチで太った。ガチで太ったよ。もうそれぐらいしかない。ガチで太ったって思って。で、友達とかにもこうね、電話してて、お前マジアンパンマンみたいになったよみたいな感じで言われて、めちゃくちゃカチンときて、いや、お前全然それ面白くないし、なんなんそれみたいな感じで思っており、でも今当時の写真見ると、アンパンマンなんですよ。もうね、ごめんと思う。その時切れてしまった友達にね、ごめんと思う。本当に。マジでね、太ったね。本当に太った。うん。でもやっぱり韓国生活、みんなで一緒に生活するっていうのはね、まあ楽しいことが、ね、多かったですね。まあちょっとたまに喧嘩とかもしたけど、たまにね、いつもの俺とみかんさんで喧嘩とかもしたんですけど、まあ楽しいことが多かったですね。まあでもやっぱね、日本帰ってきて日本は最高。本当に飯がうまい。もうね、日本に生まれてよかったと思いますね、本当に。まあそんなこともありね、シーズン2、まあ優勝ですね。まあシーズン2年目のシーズン1、優勝ですね。まあ、KK が最強だった時代ですね。もうほんと KK 一人に、もう 2v2 勝って、で、KK 以外の 1v ゲームイズ戦ですね。勝ったんだけど、もう 1vKK、で、もう一個のセット 1vKK で取られて、で、勝ち抜きも KK に抜かれて、やばいやべえって時にギリギリで俺がね、もう本当に、いや、これこか作るっつってガンメタデッキを持っていってギリギリ勝って、あっぶね、KK に全部潰されるとこだったみたいなね。そんな感じでね、ギリ、優勝することができてね。そう。そんな感じでね、そう、シーズン1は優勝できて、で、2V とかもこう、無敗でね、無敗って言われて、うわ、気持ちええと思ってて、気持ちええと思ってたんですけどね、シーズン2、もうね、初戦から 2V2 負けて、で、その時ね、やっぱね、調子こいてたと思うんですよ、俺はね。今まで結構、で、1V とかも結構勝ってたんで、やっぱね、調子こいちゃったと思うんですね。そう。それで、やっぱりこう、結構強気な発言とかしてたんですよ。なんか、まあ、他のチームから、ちょっと煽り V みたいな感じで結構煽られた時とかも、まあでも別にそんなこと言っても、まあいつも勝ってたのは俺らなんだよ、みたいな感じでね、言ったけど負けたな、あの試合。恥ずかしいな。恥ずかしい。恥ずかしい。まあでもね、盛り上げるとかっていう意味ではね、まあいい仕事はしたと思うんですけど、まあ恥ずかしかったね。あの時は。もういつも勝ってるのはポノスなんで、まあよろしくな、みたいな感じで言って、バチボコに、バチボコに負けるんですよ。いやー、見てる人からね、見たら傑作だっただろうね。本当に、いやー、恥ずかしかった、あれは。まあそんなね、こともありながら、まあシーズン2はね、全然勝てなくて、で、絶好調だった KK もね、そう、不調になるということで、まあ人生何があるかわからんと言ったところでね、さあ3年目に入ります。3年目はね、本当にのファーストシーズン、まあ、前回のシーズンですね。まあ覚えてるでしょ、皆さん。本当に勝てなかった。もう何しても勝てなかった。勝ってる時よりもね、まあその差ができるっていうのは良くないと思うんですけど、でも負けてる時はね、本当に全てを削って、もう飯とかもね、こう歩きながらも外食とかしないんですよ。本当にね、歩きながら、コンビニで買ったやつを歩きながら食って、もうそういう時間とかも削って家帰ってさあ練習しようみたいな。まあ、そんな感じで結構練習とかもしてたわけなんですけれどもね。まあね、勝てない。本当に勝てなくて、何をしても勝てないっつって。で、もう厚切り、俺の中の厚切りジェイソンが出てくるわけですよ。練習してて、やっぱフレバトとかするんですよ。で、はいはいはい、だんだん分かってきた。このデッキね。いや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 いと。いや、だんだん分かってきた、だんだん分かってきたと。そのデッキ、はいはい、してる対処法、これでしょ、これでしょ、これがきついんでしょって。はいはい、分かってきた、分かってきたよって試合でね、もうアホみたいなプレイして、うわー、ジャパニーズビーポー嘘だろーって感じでね、本当にね、何にしても勝てない。まあ、そんなね、日が続きました。でもね、で、シーズン前回終わって、それで、まあ、結構いろんなところでも言ってるんですけどね、まあ、1位 KK、3位天ゴッド、5位焼き鳥という感じでね、他の人が好成績を残したにもかかわらずね、まあ、自分が足を引っ張ったせいで、こう、4位に終わってしまったというところでも、こうね、誓い、もう復活の誓いをね、立てたんですけど、ね、KK からね、もうイケメンすぎる一言がね、生まれまして、でも、俺、もうね、無理だと思うんですよ。つって、おお、何がって言ったら、もうやっぱりこうね、シーズン中に負けに落ち込んだ選手、こうやっぱりこう来てても、どんなに上手くても負けで、まあ、沼ったっていう表現をしてたんですけど、まあ、大連勝とかしてた選手でも、こう大連敗した。まあ、昔で言うと、みかんさんとかもそうですね。私、KK の2年目のセカンドシーズンとかも、あんなに強かった KK が、あんなに強かったみかん坊やが大連敗するんですよ。そう。だから、でもそれから、どんなにやっても、勝ち上がれなかった。本当に俺、あの時一番練習してたけど、どんなシーズンよりも練習してたけど、一番負けたって言ってて、そう。で、みかんさんとかもやっぱり負けてる時はね、めっちゃ練習してたけど、なぜか試合では勝てないみたいな。まあ、そんなね時がこう続くんですよ。だからでも沼ってしまった人はそうなるからだし、まあ、結構ね、まあ、ラットさんもライさんもね、もうチームの中でも、まあ、1、2番にやっぱ頑張ってたんで、練習量とかも半端じゃなかったし、まあ、全然、次勝ちましょうよみたいな感じで言ってくれて、お前はっつって俺もうバシーンって引っ叩いちゃいましたもん本当に。いやありがとうっていう意味を込めてね、もうバチコーンってねしばいちゃいましたね本当に KK をね。さあまあそんなこともありね、ついにセカンドシーズンMugiもね、加入したといったところで、Mugiのね加入もありこう爆速で、まあ、世界大会ね、進出を決めて、まあ、今シーズンね、まあ、俺の結構まあ個人成績ね 2v2 19勝10敗ですね。まあ勝率 67% とかかな多分 65% かそうですね。なんで、1v1 が5勝5敗だったんですよ。まあ、ここもね、本当は勝ち切りたかったんですけど、5勝5敗で終わってしまったということなんですけどね。まあ、シーズンね、全プレイヤーを通してね、やっぱ3位、成績3位だったんで、ね、そう。なんで、ありがたいことに、皆さんの応援のおかげでね、3位になることができました。ありがとうございます。って感じなんですけど、まあ、世界大会はね、まあ、優勝はもちろんね、個人成績1位もね、狙っていきたいと思ってます。ってことでね、明日から始まる世界大会、また大口叩いちゃったんですけどね、今回こそはね、この大口にね、見合う働きをしていきたいと思うんでね、もしよければね、ボーナスの応援をよろしくお願いします。ってことでね、結構長くなっちゃったんですけど、今日はね、こんな感じで終わりたいと思います。またね、もしよければ、動画のコメント、そしてね、つい先日ね、ファンクラブを作ったので、ぜひね、興味ある方、概要欄にね、こんなことがあるよとか貼ってあるんで、まあ、見てみてください。ということで今日は終わりです。また次の動画で会いましょう。バイバイ。